優勝戦6号艇池田浩二選手です。優出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。準優勝戦は見事展開も捉えて優出を決めました。はい、振り返っていかがでしょう。まあ、10割菅君だと思います。今日コンディションも変わったんですが、はい、レースの感触としては3周走ってどうでしたか。まあちょっとあってはないでと思います。はい、今日整備もあったんですけれども、はい、その成果としてはどうでしょう。まあ、部品結構変えてるんですけど、大して変化がないんですね。初日からここまで上積みというのはどこかありましたか。まあ、プロペラが自分の形に近づいたなっていうぐらいですね。はい、明日優勝戦に向けてここは求めたいというところはありますか。まあ、行き足だけはしっかりしたいです。ここまでスタートに関してはどうでしょう。まあ、急に風が変わるとちょっと分かりづらいですね。はい、そして6号艇となりますが進入に関しては今現在どんなお考えですか。まあ、現時点ではもう6コースから行きます。はい、そしてこれで3場所連続優出、次節はオールスターも控えています。そのあたり意気込みも含めてファンの皆様にお願いします。まあ、そうですね、無事故で、オールスターを迎えれるよう、明日は精一杯走ります。